これは新しいメガネです。メガネを見せようと思った。私の目はめっちゃ悪い。私の目はめっちゃ悪いんです。私の目はあのね、度数がマイナス7、8、8ある。メガネ外してたら何も見えないんですよ。そう、何も見えなくて本当にコメントもこのぐらい近づかないと見えない。でもそう、なんかね、これおしゃれなんですよ。でもね、めっちゃレンズが分厚い。金眼と、そのなんかなんだっけ、金眼とあれが分かんない。なんだっけ、乱視？だからなんかめっちゃね、めっちゃ目がちっちゃくなるんですよ。このでもこの新しく買ったメガネを見せたいから。見せたかった。そう、見せたかったんですよ。そう、見せたかった。私はなんかね、小学校2年生の時に、小学校1年生の時は A と A だったんですよ。それでその後に何か小学2年生ぐらいでAB になって、でそれから CD と視力が落ちていきので、最終的になんかもうこのメガネしてても視力 0.8 ぐらいしかなくて、やばいですよね。 0.7 か 0.8 ぐらいしかないらしく、本当に目が悪いんですよ。視力ってアルファベット表記するの？する。しない？逆に。そうだ、もうクリスマスギフトお願いしますって言ってもさ、クリスマスギフトないんだ。本当にさ、目ちっちゃくなるもんだね。本当に目ちっちゃくなるんですね。
でもね、ちょっとおしゃんなメガネをね見せたかった。おしゃんなメガネをねお披露目会しようと思って、そう普段はコンタクトしてます。仕事納め行ってきます。だって頑張って、行ってらっしゃい。え、ていうかめっちゃ雪降っててびっくりして怯えてますね、雪に。はじめまして、自己紹介お願いします。長崎県出身21歳のカイニャンこと池田楓です。 SK48 のチーム E です。目が悪いです。イエーイ。ほんとメガネしてないと何も見えない、困っちゃうね。困っちゃうんだわさ。目が悪いのはチャームポイント。私は視力もいいです。顔もいいですか。視力も音は私は顔も目も悪いです。でも楽しく生きています。マジで人生楽しいです。マジで人生楽しい。フォローしました、ありがとうございます。今日休んだら10連勤。逆になんかさ、今ぐらいの時期になるとさ、もうさ仕事納めですとかさ、今日から1週間連勤ですとかいう人がさ多くなってくるじゃない。そんなことない。ブスすぎてちょっとどうしよう。コンタクトをするべきか否か。コンタクト入れようかな。迷う。ノーメイク、ノーメイクです。さすがに。今日は休みでよかったです。だって。4時台に出ないと間に合わない。大変だ。周りに眼内コンタクトやってる人多いけどどう思う？大変そう。なんかレーシック手術みたいなものなのかな。レーシック手術はなんか興味はあるけど怖いからやりたくない。さっきさ外を見たらさ、私さ昨日さ外に洗濯物干しとったんですけど、洗濯物に雪積もってて、もう干してる意味よ。逆に濡れてたから洗濯物たちが。
逆に濡れとったけんね。え、なんか洗濯物に雪積もっててマジかってなりましたよね。可愛かった、なんか靴下とかに雪降っててなんかね、可愛かった。冬を感じました。冬の訪れを感じた。冬の訪れを感じる今日この頃。メガネを取るとその度数の分だけ目が良くなるんですよ。あ、目が良くなるじゃない、目が大きくなるんですよ。だからね、私ね、メガネにする前までは自分の目がそのレンズでちっちゃくなった目が自分の目の大きさだと思ってて、なんかメガネを外すのは裸を見せるより恥ずかしいぐらい本当にメガネを取ったら目がちっちゃいのがバレると思ってたんですよ。そしたら逆だったんですよ。それに気づかなかったんですね、私は。だからコンタクトにしようとも思わなかったんですよ。でもコンタクトにしてみたらなんか意外と、なんかその今までレンズでギュインってちっちゃくなってた分がちょっと目が大きくなってラッキーみたいなラッキーと思いました。初見さん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。レーシック勧める医者が自分はメガネ使ってるから信用できないって言って意見に納得したので、そんなこと言ってくるお医者さんがいるのか。そんなこと言われたらさ怖いよね、できないよね。でもなんかレーシックしてる人の意見聞きたい。なんか前田敦子さん、昨日からショールームで前田敦子さんの話ばっかり してる気がする。前田敦子さんレーシックしてるらしいよ。そう、メガネを取ると可愛い女の子って歌詞あるじゃない。メガネを取ると可愛い女の子、想像できない意外な展開だったよ。コンタクトもしない？コンタクトもしない方がいいの？マジか。今日は月曜日。
こんにちは。今から名古屋帰るけど寒そうでやだ。名古屋寒いよ。雪降っててね、足を滑らかせないようにみんなね、今日はね長靴をね履いてください。絶対に、もう今日外に出る人は絶対に長靴を履いてください。いいですか？絶対に長靴を履いて。長靴推奨運動。積もってましたよ。さっき外見たら。後ろのアンパンマンみたいなキャラかわいい。これよくわかりましたね。これはね、私の地元長崎県佐世保市のマスコットキャラクター、佐世保バーガーボーイなんですけど、彼は柳瀬隆先生がデザインしました。なのであながちその見解は間違っていないというか、同じ方がね書いとるんで正解です。そう、佐世保バーガーボーイです。いえいえ、東京は快晴、ワイが住んでるところは晴れてる場合、晴れてる場合ってことは九州なのかな。晴れてるんですか？マジ？こっちはすごい雪よ。川口春奈さんと、そう、川口春奈さんと同じ長崎。長崎には有名な人がいっぱいいるよ。なんか前髪剥げてるんだけど。皆さん今日は私が一人で乗っているトップエールネオさんの発売日。めっちゃ目ちっちゃい。イエーイ。表紙は桜坂46さんの松田里奈さん、まつりさんが載っています。だからもしかしたら坂道のファンの方にも私の記事をね読んでいただけるかもしれない。雪だけど買いに行かなきゃね。そう、雪だからね、みんな買うの大変かもしれないけど、買って買わなくちゃ。私も買わなくちゃ。名古屋だけなのかな、雪積もってるの。どうなんだろう。この映像が世に残るの嫌だな。ちょっと世に残るの嫌ですね、これ。この顔が嫌ですね。でもカラオケの音を流せば世に残らないらしい。
でもイヤホンないから流せないけど。メガネを取ると、そう、自分がメガネ女子だからこそカップリングの歌詞が好きだったりするんですね。今日は朝から家で仕事してるけど暖房の効きが悪くて回路を張って仕事してますって。大変だ大変だね。でもね、あの暖房の効きといえば、私もね、暖房が効かないんですよ。なんかつかなくなって、今ついてるんですけどね、なんかエアコンのなんか霜取りモードみたいなのに勝手に入っちゃう時があって、そうそう、あれ困りますよね。地味に、いや派手に困りますね。あれは何のためにあるモードなの？あの霜取りモードというのはさ、何のためについているのかしら。霜を取るためと言われればそうなんだけどさ、そうそうそう、なんかでも霜を取らないといけないぐらい寒いってことよね。室外機の熱交換器についた霜を溶かしている動作。室外機の、ちょっとブスすぎない？びっくりしたわ。どうしたら目良くなる？どうしたら目が良くなるんだろう。なんか目悪い人みたいな顔してますよね。ほんと目悪いの。なんかね、私暗いとこで本読んだりゲームしたりしてなかったんですよ、子供の時。なのにね、悪くなっちゃって、不憫でならん、不憫でなりません、不憫でならんです。
そう、目つき悪いですか？目つき悪くなりがちかも。こんな雪の日はさ、みんなさ、家にさ、いようね家に引きこもっていようね、みんな。みんなで引きこもっていよう。家しか勝たん、家しか勝たん。お仕事の方は頑張れ。でもこんな寒い中さ、お外でさ、お仕事してる方がさいるんだと思うとさ、なんか私はなんて生ぬるいんだ。お家でぬくぬくとしてしまって生ぬるいです。私はこたつないの。こたつない。こたつある家珍しいんじゃない？そんなことない。こたつ家にあった試しがないよ。ある人も結構いるみたい。こたつは電気代が半端ない。そうなんだ。こたつを経験したことがないからわからんのよね。こたつの、こたつの良さも、まあ、良さはなんとなく想像つくけど、こたつ、こたつは沼なんだね。入ったら出れないって。こたつの上ってやっぱみんなみかん入ってるもの？こたつ沼今こたつの中から見てるよって人いますか？じゃあこたつの中から見てる人いますか？今こたつの中から見てるよっていうお友達いますか？スーパー戦隊のスーパーヒーローショーでありそうなの。こたつから出れないよっていうお友達いますか？って。みんなこたつ？私はこの私のショールームがこたつのように居心地の良いルームになるようにしていきたいと思います。いいこと言った、いいこと言ったね。
まとまった、まとまった。いただきました、名言いただきました、ありがとうございます。こたつのような、こたつナウだっていいな、みんなこたつ持ってるじゃん、みんなこたつ持ってるじゃん。ブラボーのギフトありがとう。ブラボーのギフトありがとうございます。ギフト嬉しいです、ありがとう。そう、イベント終わっちゃったけどね、ありがとうね、嬉しいんだ、ありがとう。え、もうカイニャンのメガネおしゃれでしょ。背中が寒い？背中じゃあ、カイロでこすりましょう。こすります、カイロで。じゃあニコニコマークの絵文字、メガネアイドル。そう、AKB さんの橋本春菜さんがずっとメガネでしたよね、初期。あと中谷さやかさん、中谷さやかさんだっけ、なんかなんだっけ、桜の木になろうだっけ、桜のしおりだっけ、そのあたりでなんかメガネで出てた気がする。でも今はいないんじゃない？トップ。エール。星になるんだって、いろんなものが。トップエールネオさん、本日発売です。アンケートやチェキの応募、よし。懐かしい、懐かしい。前髪切りたい。懐かしい、ごもねびだゆめび、つむがくろに夏のさいふくらに会う後輩たち。わ、りさん、くまのギフトありがとう、ありがとう。くまちゃん久しぶりに、くまちゃん、くまポーズ、くまありがとう、嬉しいよ、嬉しいよ。変なメガネ、変なメガネではない、これはいいメガネです。はい、だって、はい、ありがとうね、いつもクマありがとうございます。
え、ちょっとやだ、このこの顔がさ世に残っとるの嫌やね。まあいっか、さっきからずっと同じ話ばっかりしてる。雪の中電車通勤でした。だって大変だ。電車止まったりしてるのかな、全国各地で。そこまでではないのかな。チャララチャ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 、この前メガネかけたまま寝落ちしちゃって片方の耳折れた。え、悲しい。それは、いやでもさ、メガネかけたまま寝たくなる気持ちめっちゃわかるんですよね。私も寝るギリギリまで携帯とかいろいろ触っちゃう人だから、そうなってくるとメガネを外すっていう概念を失うんですよね。でさ、メガネかけたまま寝てさ、朝起きるとさ、え、自分目良くなったみたいな。それはコンタクトをつけて寝ちゃった時もなんですけど、自分のさ目がさ良くなったかってさ勘違いしちゃう。この櫛とてもいい。え、これ紙でできてるんだって。火に気をつけなきゃね。この櫛なんかホテルのさオーナメント、ホテルのオーナメントを、ま、アメニティだからさ、そうそう、無料なのにめっちゃいい串。最近のお気に入り串。コンタクトつけて寝るのはまずいだよね。手袋のギフトありがとう。ギフト嬉しいです、ありがとうございます。生きるモチベーション、生きるモチベーション、ご飯。携帯もメガネなしじゃ見れない、見れない。え、めっちゃ近づければ見れるけどさ、あ、今目に悪いことしてるんだろうなっていうのをさ感じながらさ見るのはさ辛いです。今年1年の振り返り。今年1年は何があったかな。え、そうそう、1月から振り返れば話は長くなりますよ。そうだね、成人したね、確かにね。
成人しましたね。たい焼きとコーヒーで10時のおやつしてますって。たい焼き食べたい、たい焼き食べたい、たい焼き食べたいな。今日皆さんお仕事お休みではない、まだ仕事納めっていつからなんだろうね。みんなの トークショーもあったね。なんかファンの人からのコメントで1年を思い出してる。何があったかな、なんか充実してたような気がしますね。なんかお仕事全然ない時期もあって、こう気持ちを保つのが大変だったりもしたけど、なんかでもいろんなことがあった気がしますね。ちゃんと楽しかった1年でした。最後ら辺がすごい充実してたかな。特にユニット公演だったりとか、コンサートとかあったりとかもしたし、12月は割と忙しくてあっという間に過ぎて、本当に月に1回とかしかお仕事がない月とかもあって、その時はもう本当に悲しくてどうしようかと思ったけど、やっぱり適度に忙しいのが一番いいですね。お仕事をどんどん増やしていけるようにしたいな。ガチメガネじゃん。そうだよ、ガチメガネですね。私は目がすごく悪いので、めちゃくちゃ目がちっちゃくなりました。なんかね、そうなんです、困っちゃうよね。困っちゃうな。皆さん、トップエールネオ絶対に絶対に読んでほしいです。もうこれは本当に読んでほしいです。お願いします。SKE のファンの皆さんはもちろん、アイドル好きの皆さんに買って私のことを知ってもらえたらいいなって思いますね。なんかいろんなことを、自分の思いとかを正直にお話ししたので、みんな読んでください、お願いします。布教もしといてください、お願いします。布団から飛び出して本屋に行く準備してます。だって みんなありがとう。
売り切れたから次のお店に行ってみますあった。そうなんだ。やっぱね、いろんなアイドルさんが乗ってるからね、売り切れちゃうのも仕方ない。いや、いや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 、研究者っぽい。私の研究結果によるとね、これから雪が溶けるなって、晴れてるもん、なんかちょっとずつなんか晴れ間が見えてきてる気がする。熱い雲の切れ間、足込む日で愛を溶かしてほしい。賢そうですか？本当ですか？初見さん来てくれてありがとうございます。 SK48 チーム員の池田楓です。マイナス8はメガネの度数ですか？そうです、メガネの度数です。西三河はもうほとんど消えてる。なんか聞いたことあるな、その地名。仕事に戻ります。配信ありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとう。ありがとう。そう、なんかちょっと晴れてきてるような気がしますね。くるみさんは通常運転。ルルルンルンルンルルルンルンルンルルルンルンルン。みんなゲットしてくれたかな、トップエールね。ちょっとずつインスタとツイッターのフォロワーさんがちょっとずつ増えててもいい。増えてて嬉しい。今日アマゾンから届く予定とか嬉しいね。
昼間の配信珍しいね。そう、なんかね、昨日もしたかな、昨日はしてないか。なんか最近ね、なんかね、そう、時間ができたのですよ。コンサートとかも一段落して時間ができたからやってますね。時間がないとね、なかなかできなくてすみません。九十九島せんべいの到着が年明けになるって連絡あったけど、その時の担当カエニャンのこと、本当にすごい嬉しい。すごい。九十九島せんべいの方が知ってくださってたってことですよね。いや、皆さんファンの方のあれは大事ですね。だって言ってくださったってことですよね。カエニャンのきっかけで九十九島せんべい注文しましたみたいな言ってくれたってことですもんね。めちゃくちゃ嬉しい。皆さんもぜひ買ってみてください。九十九島せんべいめちゃくちゃ美味しくて、私は本当に地元に帰るたびにそれを買っていって、メンバーとかマネージャーさんとかにもう布教しまくってるんですよ。本当におせんべい界の中で一番大好きなので、そう、もっとねこの美味しさを広めていきたいと思っております。私はメガネって自撮りってなんか変だな。せんべいじゃなくてせんべいです。ここ重要。テストに出ます。テストに出るよ。ちゃんと聞いてないとテストに出るよ。テストに出ます。覚えといてください皆さん。ありがたい、ありがたいです。雑誌に載せていただけるなんてありがたいすぎます。本当に着いた。お腹すいたような、お腹すいてないような、こんな日は味噌カツを食べたいですね。雪にさ、雪に味噌かけて食べたら美味しそう。問題発言。雪に味噌かけて食べたら美味しそうだな。
だって高くないけど、誰より優しくて最高、私の王子様。味噌味のかき氷、あ、でもありそう、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 味噌味のかき氷、波乗りかき氷だね。波乗りかき氷、メガネ、メガネ、メガネをかけたらメガネ。しょうもない、しょうもないダジャレが飛び出した。私の反省会ノート、これを開けてみたいと思います。すみっこ暮らしのヘアクリップ、次はエビフライの尻尾を送るからね、だって。やったー、ありがとうございます。あれ、ぬいぐるみみたいでめっちゃ可愛くてお気に入りです。ほんとすみっこ暮らしまで集めたいけど、いろんなぬいぐるみとかグッズもう散財しちゃうから、何の人にかもらったり、あとね、でもこれはあれで撮った UFO キャッチャー、開けよう、かわいい、じゃーん、よくできてるわ。何入れよう、中に、え、何入れようかな、ヘアピンとか入れようかな、ちょっとクリップとか入れてみたり、めっちゃ可愛い。あ、え、鍵入れにしよう、鍵入れ、鍵置きに、鍵置きにしよう、めっちゃ可愛い。ポムプリン、クロミちゃん、シナモン、こっちがマイメロ、キティちゃん、ハンギョドンです。使い方合ってる、え、合ってるよ、これ小物入れですもん。ちゃんと商品名にね、小物入れって書いてあったよ。これで間違ったらちょっと恥ずかしいな。さすがに、さすがに恥ずかしいです。これで間違っていた場合。そう、蓋付きの小物入れ。え、だと思って使ってた。使ってる。使い始めた。今使い始めた。今現在。今使い始めたとこですが。
く手を振ったのにまるで気づいていない、自由なトビウオだね。ちょっぴり拗ねたふりして、いっぱいねツイッターで感想つぶやいてください、お願いします。本当に皆さんに読んでいただきたいです。本当に皆さんに読んでいただきたい。私のいろんなことが知れると思うし、絶対絶対絶対読んでほしい。本当に SKE のファンの人には全員に読んでほしいし、私はまだゲットできてないんですけど、よくできてる食品サンプルみたい、本当にめっちゃリアル。やばい、エアコン止まりかけ、エアコン止まっちゃい。メリージェニーのさ、プレゼントみたいなさ、ワンピースがさ可愛くてさ、何色を買おうかさめっちゃさ悩んでたんだけどさ、でもこういうのって悩んでるとさすぐ売り切れるんだよね。でもさ色ってさむずくね、色って難しいよな。ちょっと今口が悪かったな。難しいよなとか、よなとかね、よねでしょ。もっと可愛い喋り方しなきゃ。全 SKE ファンの人に読んでほしいですね。私のファンの方だけではなくて、なんか自分の辛かったこととか、なんかなんで SKE に入ったのかとか、いろいろと話させてもらって、なんかそうそう、地元の人と話とか、とにかく地元と SKE について話しました。これからどうなっていきたいかとかもう話しましたね。なので皆さんぜひぜひ買って読んで、あのチェキの応募とかもねしてください。絶対自分のファンの人がね当選する自信がある。自分のファンの人が応募するから絶対自分のファンの人に当たるだろうなと思います。こんにちは、初見さん来てくれてありがとう。よいしょ。熱い話、そうですね、結構熱い話しました。だから本当に読んでほしいですね。もう私以外にもいろんなアイドルさんが出てらっしゃるので、本当に私に興味がない方も読んでくれたら、私のことを知ってより深く知っていただけるのではないかなと思います。そうですね、いろんな話をしたので
読んでほしいし、あとは大都会、東京での撮影だったんですけど、都会、大都会での撮影だったので、ちょっとね、都会で笑ってる私が見れますね。SKE からは私と大川さんが乗ってます。私が雑誌に乗れる機会なんてもうないかもしれないというぐらいありがたいです。なんかそういうのに選ばれたことなくて、今まで。だから本当に嬉しくて、嬉しいです。でも皆さんがね、アンケートとか送ってくださったら、また乗らせていただける機会がね、いつか来るかもしれないので、皆さんお願いします。今日前髪に癖がついてて嫌だな。コメント読めない、コメント、そう、読めないなと思った。雑誌に載るってこんなに嬉しいんですね。もう家族も大喜びしてくれて、家族にもちょっといっぱい買わせます。でも家族がチェキ当たったら困るから、それは本当に嬉しいです。雑誌に乗れて、何きっかけか分かんないけど、雑誌のさ、関係者の方が私を見つけてくれて、インタビューしようって思って東京に呼んでくれて、東京に行きました。めちゃくちゃありがたいですっていう話をしようとしたら、東京に行けた喜びを語ってしまった。
人は何があって好きになるのか、それを知りたいだけなの。私を誘ったのはなぜですか。こんにちは、こんにちは。もうあと何日ですか、今年が終わるまで。今日27でしょ。やばいじゃん、もう終わっちゃうじゃん。終わっちゃうよ。やり残したことはないか、自分の胸に聞いてみます。やり残したことはないか。ないよ。ないらしいよ。初見さん、来てくださってありがとうございます。すみません、メガネ姿で寝起きみたいな顔で、すみません。 SK48 チーム E のカイニャンこと池田楓です。長崎県出身の21歳です。21歳より若く見られることが多いです。イエーイ。そうですよ、あと5日ですよ。早いよね。やばいよね。だってついこの間2021年だって言ってたのに。でも2022年はめっちゃ好きなんですよ私。だって2がいっぱいですよ。にゃんにゃん、にゃんにゃんの年に22歳になるんですよ。やっぱ猫としてはにゃんにゃん言っておこうかなみたいな感じですよね。かえにゃんっていうニックネームはちょっとね恥ずかしくなりつつも、でもやっぱ他にねいいニックネームが見つかるわけでもなく、私はニャンニャン、カイニャンをね名乗っていこうと思います。これからなんか年が変わる、年が変わるからって何かがガラッと変わるわけではないけど、なんか気分的な問題ですよね。なんかそうだよ、2000年生まれはみんな猫になれるんだよ。2000年生まれって本当にねいいんですよ。数えやすくないですか。だからね2000年生まれの人をね見るとね、なんかねシンパシーを感じますね勝手に。私のメガネケースはこれです。でもねだいぶもうねボコ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 です。でも物はなんかあんま壊れないとさ新しいもの買えないんだよね。だからって壊したりしないですよ。壊したりはしないですよ。大掃除という大掃除を何もしてないからちょっと焦るわ。とりあえずねくるみさんのねケージはね掃除した。でも一人暮らしだとそんなさ大掃除するほども散らからないのよね。初見さん来てくれてありがとうございます。チーム E の池田楓です。今日発売されるトップエールネオさんのにインタビュー載せさせていただいているので、皆さん読んでください。よろしくお願いします。
くるみさんのお掃除したの偉いでしょ。偉いの、偉いんですって。私偉いんです、とってもとっても偉いんです。褒められた。みんな読んだ感想ツイートしてくださいね。お約束です。お願いします。みんなと私のお約束よ。芦田愛菜ちゃんに似てるかも。嘘、芦田愛菜だよっつって。愛菜ちゃんは本当に本当に可愛いから。こんにちは、こんにちは。かいにゃん可愛いし面白いからショールーム見てて飽きない。え、嬉しい、ありがとうございますそう、見てて飽きないっていうのは嬉しいですね。歌唱力ナンバーワン連覇できそうですか。そうですね、できそうですね。なんかめっちゃ漫画のやつからさ、めっちゃ来る、めっちゃなんか迷惑メールみたいなのいっぱい来る。どうしたらいいの。なんか一回さメールアドレス教えちゃったらさ一生メール来ますよね。そういうのをみんなどうしてるんだい。もう溜まっていく一方だよ。私は大事なマネージャーさんからのメールとかが埋もれがちになっちゃうからさ、こまめに消してるんやけどさ、めっちゃ溜まっちゃうんだよ。自己紹介キャッチフレーズしていただきたいんですが、じゃあ先にちょっとそのファンの方自己紹介していただいていいですか。ゴミ箱に移動するように設定しとく。そんなことできるの。そんなことができるのか。そんなことができるのか。はてはて、そんなレベルの高いことができるのか。ゴミ箱設定、何それ。え、ちょっとやってみますね後で。あ、そうね、そもそも配信停止しちゃうのが早いですよね多分ね。確かにそうすればいいのか。え、頭いい、最初から来なくすればいいんだ。頭良い。年末年始はお年玉欲しいですね。でも21歳だからお年玉もらえないんですよね。就活の時1日100通。え、すご。それは企業さんからということ。僕があげるよ。だってお年玉ちょうだい、お年玉ちょうだい。みんな私の親戚のお兄さんになってく
ください。ここにほくろがある。お年玉小判来た。赤ちゃんの小判が来た。招き猫だ。ありがとうございます。自分は千葉県の船橋が住んでいる隣の市に住んでます。船橋市の隣ってことか。なんか船橋に私一時期めっちゃハマってて、船橋のコインケース使ってましたっていう情報。今は違うキャラクターにハマってしまっている。船橋にはちょっと浮気をしてしまった船橋から。私のキャッチフレーズは、じゃあ私がいつも隣に追ってくれんということをね聞くので、その後によかよとコメントお願いします。いきます。借り方は私、貸し方はあなた、いつも隣におってくれん。ありがとうございます。長崎県出身21歳、 SK48 チーム E のかえにゃんこと池田楓です。イエーイ。最近はファンの人が声出せんけんが手で丸を作ってもらってます。メンバーによかよを言っていただいて、そういつもいつもね言わせてしまって申し訳ないんですけど、メンバーの皆さんによかよをね協力していただいてます。あ、初見の方もよかよとコメントありがとうございます。ありがとう。こんにちは。こんにちは。お金が可能ならプレゼントも楽なんだ。でもプレゼントってさ、でもそのメンバーの好きなブランドのさお洋服とかさ、なんかあげたらさ喜ぶんじゃない？彼女にプレゼントするなら何をプレゼントしますかって考えた時に、なんだろうね。メガネとか。ユニット公演のカップリングウィズの、君のカップリングウィズのメガネを取るとかわいい女の子のとこのゆずきさんがかわいすぎて、もうねかわいい。でもさ、私はさ一緒に出てたから、一緒に出てたから見れないわけじゃないですか。もう客席に座って見たかった。だから幽体離脱したかったですね。幽体離脱したかったです。インスタとかツイッターでファッション系のやつにいいねしてるの見ると参考になる。あ、インスタはなんか後でこれセールになってたら買おうとか思っていいねしちゃいますね。ツイッターはあんまりしてみないな。初見です。初見さん来てくれてありがとうございます。ぜひルームフォローとツイッターとインスタグラムやってるのでフォローお願いします。ふなっしーは先日満10周年を迎えました。え、ひゃっはーですね。それはひゃっはー。ふなっしーすごいじゃないですか。ふなっしー前さ、クイズ番組とかさ普通にテレビ見てましたよね。テレビ見てましたよねじゃない、テレビ出てましたよね。すごい。あとさ、ネバールくんみたいなのもさ出てたよね一時期。
目が合う時のニヤニヤが笑えました。だってニヤニヤしちゃいました。つい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 ニヤニヤが止まらんです。本当に一緒にユニットをできて嬉しかったです。ネバールくん懐かしい。ふなっしー HKT48 さんと同い年ね。10年、そんな、てか逆に私がふなっしーにハマってたのが10年前なんですね。じゃあ10年も経ったんだなっていう、ちょっと衝撃を隠せない。10年か。10年は早いですね。10年、10年という月日は長いもんですね。ネバールくんのツイッター調べてみよう。ふなっしー先に調べよう。ふなっしー139万4千人のフォロワーおる。なのに公式マークがついてないところが可愛い。ネバールくんはさ、ないんじゃない？アカウント。なんか変なアカウントしか出てこないか。ネバールくんめっちゃ可愛いじゃん。ネバールくん可愛すぎるじゃん。ネバールくんかわいいよ。僕の好きな最強ついてる。似合いすぎてキュッシュする。なんで二つに結んだの。男たちは首だけ。僕の好きな最強ツインテール。ネバールくんのツイッターある？嘘、どこだ？見つけれんかったです。どこじゃろ。ネバールくんって調べたら出てくるのかな。わかった、伸ばし棒がさ、なみなみなんだ。伸ばし棒がなみなみなんだ。ネバール、あ、あった。42,151人もいるフォロワーさん、すごい。かわいい。かわいい、かわいい。
やばい、足しびれた、足しびれた、やばいやばい。足しびれた、あるある。ずっと同じ体勢で座っとったけん足がしびれましたよ。そろそろ終わります。見てくださってありがとうございます。コメントやギフトもくれてありがとうございました。ギフトありがとね。レアなメガネだったので。もうね、なかなかないと思いますね、メガネは。ありがとうございました。お昼だね、もうすぐね。今日はたまたま早起きできたのでショールームをさせていただきました。楽しかったですか？私はすごく楽しかったです。雑誌買うね、だって嬉しい。雑誌買ってください。もうこれはもうお願いです、買ってください。そしてあのいっぱいね、あの感想のツイートだったりとかアンケートだったりとか書いてくれたら嬉しいです。メガネ漏れなすぎてやばいです。メガネで自撮りはダメです、漏れません。みんなからの感想ツイート楽しみにしてます。初見さんはじめまして、 ありがとうございます来てくださって。もうすぐ終わっちゃうんですけど、また見に来てほしいので、ルームフォローとかあの SNS もやってるのでフォローしてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。メガネ姿素敵です、ありがとうございます。本当にそんな言っていただいてありがとうございます。かえにゃんの話を聞きながら仕事したら仕事はかどりました、ありがとう。だってこちらこそ聞いてくれてありがとうございます。今後もお仕事頑張ってください、ありがとうございます。バイバーイ。